っくり解説ロックマンエグゼ3プロと SP 撃破 RTA8645、星2。ゲームボーイアドバンスで発売されたロックマンエグゼの第3弾、ポケモン商法にあやかりブラックとホワイトという両方買わないとフルコンプはできませんよという A キロバイト商法だったりガチャと同じ感じのあまりおまんじゅうたちが好みではない感じの商法に手を出したゲーム。ロックマンエグゼはロックマンという基本設定をネットだったりゲーム、友情に落とし込み、超絶画期的なバトルシステムを生み出したことで息の長いナンバリング化に成功した作品。このゲームは引き続き、主人公の小学生のネット君を中心にその相棒のロックマンと呼ばれるコンピューターのアバターを使ってネットで悪さをするコンピューターウイルスみたいなのをなんとかするというシステム。ネットが普及しているこの世界では、コンピューターウイルスによって、交通システムだったり、病院の医療機器が止まるとか気が急成長するとかが日常茶飯事な未来型ヨハセスブルグ感があるマップを見えた世界。マジで病院で手術中の患者だったら、いつコンピューターウイルスでインフラが止まるのか、気が気じゃないのぜ。ここの世界の住人はそれを当たり前だと認識している姿勢感が語彙数。RTA としては 100% RTA のようなやつなので、クリア後にコレクション要素を集めるという収集がやや間延びするがプレイヤーが上手すぎるので BGM 代わりに流しているられる。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。